2月21日水曜日、いい健康、やる気スイッチ、パーソナリティのヒロです。お相手はマナさんです。よろしくお願いします。お願いします。2月の、3週目っていうことで、引き続き、FM 牛のワンさんの内装講師のため収録になっておりますということでね。今日は、そうですね、今日のテーマですけど、早速、肩がゴリゴリなる原因はっていうことで、テーマをお送りしていきますということで、肩がゴリゴリなるっていうのを経験したことあります？ちょっとないですないね。ですか？肩はい、ゴリゴリ。ゴリゴリ。まあ、肩って、肩甲骨もそうなんですけど、結構、関節可動域が、広い方でも、ちょっと、可動域、筋肉とかね、腱が癒着しちゃうと、そういうゴリゴリなるケースも出たりするので、結構ね、でもちょっと余談なんですけど、年末、結構、年末年始は6日間か、休みいただいてたので、施設として、レッスンがなかったので、やっぱり、ちょっと、ヨガ系のレッスンがなかったんで、やっぱり肩甲骨周り、自分自身も、ちょっと硬くなってんなって思いながら、結構実家のちょっと話があって、せ、せん、あ、キッチンの、蛇口を交換したんですよ。前から気になってて、壊れてるっていうところで、その中にちょっと、キッチンの下の中に、仰向けになって、取り替える作業をしたそうでときすね。に、ちょっと普段ない動きをすると、ゴリゴリになったと思いながら、交換した、最近で言えばね、やった、記憶があるんですけど、結構ね、変える過程も結構、細かいところに手を入れてっていうところで、何回かね、やったことある人はあれなんだと思うんですけど、結構ね、探り探りやりながら交換しましたよっていうところで、無事交換できたんですよけかった。ど、で、痛めることもなそうく。そうそう、そういうことをしながら、ちょっとやっぱり普段やらない体勢っていうのやると、ちょっとそういうのも出たりするんだなっていうのも、ちょっとね、記憶に新しくあったりして、そういう、やっぱり皆さんもなんかね、年末年始で結構、普段やらない動きとか作業をしたりしてね、体を使ったりするときに、ちょっとなんか体の異変とか感じた人もいるんじゃないかなっていうところもあったりするんですけど、まあちょっと話戻すと、肩を回すときになるゴリゴリは、硬く縮こまった筋肉や腱が擦れる音なんですね。で、肩が肩甲骨の周りにはたくさん筋肉が張り巡らされているので、その中で、まあ、日常生活ではあまり動かさないような筋肉を動かしたときに、まあ、起こり得る、音みたいなね、感じなので、結構そこを意識して動かすと、このコリコリっていった、音が少しずつ消えていって、滑らかになっていくっていう感じなんですけど、これが慢性化すると、無理に動かそうとすると痛いみたいな、痛みがしたりするケースもあるので、まあちょっと個人差はあるんですけど、まあ徐々にこういう動かすっていうかね。で、結構肩を動かそうとすると、肩周りの意識が強いと思うんですけど、実は肩甲骨を動かすような意識で肩を回すと大きく動かせますよっていう形ですね。だから結構ね、肩周りって、で、だから、肩を回すって言ったときに、肩を回しにならないっていうよりは、なんか肩甲骨がまず動かせてない方が結構多いんですよ。肩甲骨を意識しながら、肩甲骨が動いてる感覚で肩周りを動かせると、可動域広く動かせるんで、その時の状態で、肩の症状っていうのを判断しやすいっていうかね。で、肩甲骨っていうのは、下半身でいうちょっと骨盤的な役割があるので、結構、関節としては大きい関節の部類に入ってくるので、なんかそこが固まってしまうと、かなりこの姿勢とか、動きに、パフォーマンスに影響してきますよっていうところですね。やっぱ肩甲骨が大切になってくるんですかね。肩甲骨、そうそうそう、
腕周り、上半身は特に、肩甲骨周り、うんうん、で肩甲骨周りが硬くなると徐々に肩に来て首に来るケースも結構あります、うんうんうん、だから首周りの、張りとか、凝りとかを、ほぐすときは、はい、肩甲骨周りからアプローチして可動域をそこから広げて首にアプローチするっていうケースが結構ありますね。まあ、ほぐしという意味ではね、うん、そういう首だけほぐしてても一過性に過ぎなくて戻りが早くなっちゃうので根本は肩甲骨周りからほぐすと結構、うんうんうん、いい状態でキープできるかなっていうところですね、うん、あとまあ先ほど話した肩のゴリゴリ筋肉が縮こまって硬くなる原因としてはね、運動不足だったり、血流の低下、冷えが原因で起こり得るっていうことが出てまして、はい、うん。まあ、ゴリゴリを改善するには、こまめな水分補給ですね。あと体を温める、ストレッチや運動、はい、リンパマッサージが効果的ですよっていうところで、うん。そういうところをやると、うん。で、水分補給っていうのはなぜかっていうと、筋肉自体が水分を溜め込む習性があるのでそこで結構水分が足りないとこの筋肉自体の伸びっていうのがちょっと弱くなる弾力性がっていうところもあるので、うんうん、水分補給をこう十分に取ると、はい、まあ、改善しやすいですよっていう、まあ、一つですね、うん、改善の方法の一つでもありますよっていうのはそういうことですね、うん、結構ね水分もね、取らないよっていう女性の方も多いので、うん、そういうところを、まあ、一気に大量に飲むっていうよりは、もう、こまめに、こう、飲むっていう習慣をつけるといいかな、というところですね。うん。うんうん、そうそうそう、そういうところの、まあ、使い方とか、肩周りの、この症状を意識しながらやると、うん、この、結果、首とか肩こりの、防止にもつながるので、うん、まあ、骨盤剥がしとかねよく聞きますもんね、うん、どういう原理なのかちょっと毎日分からない。肩甲骨剥がしだね。肩甲骨待って股関節剥がしって言った私、はい、骨盤ちょっと全然意味違ってきた。雰囲気は伝わってたけど全然何のクエスチョンも持たなかった。肩甲骨剥がし、うん、肩甲骨剥がし、うん、これいろんな方法があって、はい、結構、こう、肘を曲げて、親指を、こう、鎖骨に当てて、た状態で、はい、肘を回すような感じ。うん。なるほど。うん。上に上げて、後ろに引いて、落とす、みたいな、うん、感じで、回すと、結構肩甲骨が動きやすくなるので、ただ単に手を回すよりは、肘を曲げた状態で、親指がちょっと鎖骨触るような感じ。うん、そこから両肘を、後ろの方に向かって上げながら回して落とすみたいな感じでやると、肩甲骨が比較的動くので、はいはいはい、そういうことをすると肩甲骨、まあ、ストレッチっていうところにつながるので、ペアとかね、誰か家族でやれる人がいれば、もう実際よくね、YouTube とかでもあると思うんですけど、後ろに手を回して、肩甲骨が浮きやすくなって、肩甲骨の中に指を入れて、肩甲骨自体を縦に動かしたり、左右に動かしたり、うん、もう立体的に動かすことによって伸ばすっていう方法がなくはないです。うん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 、これ、まあちょっと、ある程度専門的な知識がないと、ちょっとやりすぎると、ちょっとこう、痛めたりするケースもなくはないんですけど、うん、はい、そもそも結構硬い人は指が入らないです、肩甲骨に、うん、っていうところもあるので、まあ、自分でわからないですよね、うん、そういうところもあるので、こういうそういう、まあ、ちょっとしたところできるところからやられるといいかなと、はい、なるほど、うん、結構そういうストレッチをするとかなりね、温まってくるので、肩甲骨、首周り。はい、あとは、首から、背中に通ってる、僧帽筋っていう、首の後ろ側を通ってる大きな筋肉なんですけど、うん、そこも温かくなってくるので、より肩こりの防止につながりますよ、っていう感じですね、うん。首って鍛える人いるんですか？なんか、なんだっけな、レスリングの選手とか結構、寝技が多いじゃないですか。うん、はいはいはい。めっちゃよく筋トレって、ね、アーチに
アーチ状になってね、はい、頭つけて、うん、首を頭をぐりぐり動かしながら首周り、鍛えたりするなと思いながら首周りを強化するっていう形、うん、結構大変ですよね、うん、タイのあのムエタイでも首相撲があるので、首相撲、うん、そんなのあるの、首を両手捕まえて崩すんですよ。頭が崩れるとバランス崩すんですよ。それで倒す。ムエタイってグローブしながらそういう、うん、掴むっていうよりは、まあ、この引っ掛けるっていう感じで、結構タイ人、うん、体小さいんですけど、はい、その倍以上のあるヨーロッパの選手とかも簡単に倒しちゃったりします。うん、そういう、なんかこう、そういう時でも首からのバランスを崩されないように首を強化するっていう意味で、首を結構、タオルをこう口に含んで、なんかこう、重いものを、吊るしたものを叩いて、結構やるシーンとかね、見たことあると思うんですよ。はいはいはい、あれも。やったりしますよね、結構、うん、うん、あれも結構重さも違うと結構首痛めたりするので、うんうん、気をつけながら徐々に上げていかないと、結構ねあれもこうすごい際どいトレーニングなので、一般の方がやるときは結構気をつけない、ね、首って怖いですよね、うん、いきなり重いもの持つっていうよりは、まあ、チューブとかゴムとかそういうところでやった方が、はい、インナーの方を鍛えられるんで、まあ、怪我なく強化しやすいかな、うん、肩こりとかね、血行良くしたりするので、そういうところも使い分けしながらというところですね。うん。はい。だから、首の、まあ、一番、首の、頭のね、テンションをサポートしてるのが、この首の後ろの僧帽筋、大きな、まあ、ちょっとこう、ひし形っぽい形のしてるんですけど、うん。うん、その筋肉をもうこう、うん、テンションがかからないように、うん、まあ結構ストレートネックの人は頭が前に出て常に首の後ろ側がテンション張ってる状態なんで、うんうん、一生懸命筋肉がこうテンションかけて引っ張ってる状態をずっと持続するので凝りやすくなってしまう、これを、うん、顎を引いて上半身に頭を乗っけるっていうイメージで姿勢を取るとこう乗っかってる感じなので、はい、後ろの僧帽筋の筋肉がちょっとテンションが緩むので、うんうん、凝りにくくなります。うん、なんか それだけでも全然違います、ね。確かにストレートネックの人多いって言いますか、ね、はい、今結構多くて、うん。戻すの大変ですか、やっぱり。結構ね、最近も結構何名か見たんですけど、男性に多くて、仰向けになった時に、はい、頭がつかないんですよ。フラットな状態で、ベッドに。だから、頭の、仰向けになった時に、頭の後頭部が。じゃ浮いてるってことですか？浮いてる、嘘、本当にいるんですか？いるいる、だから、この20センチぐらいとか、20センチから30センチぐらいの枕を敷かないときつい。はい、うん、この、ができない。うん、あ、じゃあ結構なんだろう。固まっちゃってて、すごいきつい。仰向けになった時、首が、顎が結構上がっちゃうってことですか、ね、そうそうそう、そういう、結構きつい方が何名かいらっしゃって。それ重症ですね。うん、まあ、そこが気になるんだけど、本人的には腰痛とか股関節で来てるんですよ。うん。うん、それでちょっと、まあ、うちである、ちょっと前もちょっと紹介した、ラジオ波で腰回りほぐして、うん、腰回りは良くなったんですけど、どちらかというと、うん、首肩回りが気になりますって言って、うん、次回はそこにしましょうねっていう話をしてたりするので、だから根本がちょっと治ってないと、この腰痛、この姿勢が前に出てると結局骨盤が前傾姿勢になるので、はい、腰への負担がかかるから結局戻りやすいんですよ、うん、腰に負担かかるから、はい、だから根本のこの首周りとか背中周りを改善しないことにはちょっとまた腰痛発症しやすいですよっていうアドバイスをしながら、うん、お、結構つながってくるんで姿勢がね、うん、大変だ、うん、だからその辺を結構ね改善しないと、結構多いですね、男性の方は。もう頭がつかない、仰向きで寝れない、頭がつかないつかない、うん、多いですよ、うん、かなりもう慢性化して、ね、かなり相当固まってるんでしょうね、うんうん、このもう行かないですよ、後ろ引けないんで。あ、そうなんだ、うん、大変だ、固まっててもう動かない状態で、うん、かなり癒着してるなっていう感じの方も結構何名か見てるんで、うん、結構
前に見た人はもうだいぶ何回か、こうケアしてる方はだいぶ良くなってきて、こうだいぶ10センチぐらい頭が落ちたりして、だいぶ良くなってる人もいるんですけどね。なかなかやっぱりそこまで来ると、改善するに時間かかるし、ご自身での改善っていうのがちょっと、難しい、難しくなってくるレベルに入っちゃってますね、そこまでいくのね、うん。なるほど。じゃあ、ここで一旦ちょっと CM に行きたいと思います。はい、お願いします。はい。はい、後半戦ですね。今日のテーマ、肩がゴリゴリなる原因とはということでね、テーマをお送りしております、はい、ということで、うん、ちなみに、はい、枕って、うん、あれですか、こだわってたりしますか？あ、枕はそうですね、ある程度 こだわってはいます。で、そうですね、比較的どの枕でも自分は合わせやすい、ああ、そんなにいいあれではあるんですよ。ないとかないんですね。うん、どこでも寝れはするんですよ。うんうんうん、ホテルでも枕、自分のあったのに調整して、はい、ある程度はどこでも寝れるんですけど、うんうん、だから結構、うちの嫁が結構首周り、はい、結構かなり肩こりの、で、うん、逆にもう、定期的にケアしてはいるんですけど、はい、その中でやっぱり普通な枕が合わないから、うん、よく言われてるタオルを重ねて数ミリ単位で調整したのが一番合ってるみたいな感じでやって、はいはい、やっている感じですね。うん、結構ね、枕専門の店もね、枕専門店も結構増えてきましたけど、やっぱり睡眠、はい、日常生活の中で結構ね、3分の1を占めている睡眠の時間で枕って重要ですよって言われている中で、はい、結構ね、合わないとかなり、きついかもしれないですね、首周り、うん、ちょっと悩んでるじゃん。悩んでます。なんか枕はなくて、枕なしで寝てますね、最近。ああ、逆に。なんかしの方が寝れるなと思って。仰向けとか横向きとかあります？一応多分、横が多いのかな。ああ、横、うん。横か仰向けとか。なんか一時期、なんだ、仰向けの反対ってなんだ、うつ伏せ。うつ伏せで寝ちゃう時があって、あの時はなんかめっちゃ関節が痛くな、関節っていうか顎が痛くなっちゃって、そうそう。なんか歯医者さんからもそれやめた方がいいって言われて、うつ伏せ、たまに聞きますね、うん、うん、うつ伏せがね、いらっしゃるけど、うつ伏せあんまり良くないですね。要するに、こう極論、胎児の時、お腹の中にいる時に結構、車って横向きみたいな感じの感覚、はい、体勢みたいな感じが一番良くて、はい、一番、仰向けだと、枕の位置が悪いと、いびきかいちゃうんですね。気道狭くなったり、それも結構、いびきの一つだったりするので、基本的には横向きの方が、気道が、呼吸の気道が開くので、呼吸 しやすく、はい、いびきがかきにくい状態にはなります。あとは寝返り打ちながら、はいはい、片側だけだと結構ね、それで寝返り打たないっていう人は、結構同じところを下にして、左だったら左で、左肩がちょっと、うん、ちょっと寝返りちょっと入れてあげるといいかなっていう、これも結構ね、いらっしゃいます。肩、どこどこ右とか左とかしたりして肩がきついんですよっていう、相談を受けたこともありますね。だから
そうそう、寝方って結構大事で。大事ですね。うん、結構ね、男性の結構、50代以上になるともう結構ソファーベッドで寝て、テレビながら寝ちゃうんで、そのテレビの向きによって、どこどこを下にして、きつくなってるって、もう結構やっぱ出てます。うん。肩の張り具合とか、うん。そうなんですね。うん。そういうのが出ちゃうので、そういうのが、ちょっとね、抑えながらできると、うんうんうん、また、ちょっと変えてあげるといいかなって、はい、うん。慣れてるとこに偏りがちですけどね。うんうんうん、どうしてもね。そういうのも工夫すると、全然違っています。うん。そうそうそう。あとはまあ、女性とか結構ね、肩こりっていうと女性が多いっていうイメージあります？なんか、ありますね、うん、結構ね、うん、言ってる方多いですよね。これ原因がちょっとあって、やっぱり男性に比べると筋肉量が少ないのと、うん、やっぱりちょっと筋肉量が少ないと冷えやすいんですね。うん、冷えやすく、で、あと、どちらかというと女性の方が男性に比べて細かい作業をするケースが多く、あとまたホルモンバランスとかストレスといったことが結構女性の肩こりに起きやすい理由となってデータとして出てますよという感じですね。うん、どうしてもね、そういうやっぱり冷えとか筋肉ストレスっていうところがやっぱり原因になりやすい、うん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 、っていうところですね。うん、なかなかね、そうそうそう、辛いですよね。そうですね、うん、あとは、まあ、まあ一つの、まあちょっとね、ゴリゴリ音からちょっと発展しちゃってるんですけど、はい、肩こりの重症度を、うん、測るチェック項目があって、はい、この肘を重ねて、うん、まあ肘を曲げて、この上げた時に鼻より上まで上がれば、肩こりほぼない状態。あ、やってみたんですけど、わかりました。で、これが、結構上がらない人多そうだな。うん、口の、高さまでだと少し凝っている、はい、で肩の高さまでだと、うん、肩から顎の高さまでだとかなり凝っている、で胸より下のままで肘が上がらないとしたらもう重症っていう4段階のちょっとやらせてみよう、うん、っていうチェック項目もあって、うん、その辺の目安で、はい、ちょっとこう意識されると、あ、ちょっと凝ってるなとか、うんうんうん、結構ね、変わる人は週単位でも変わっちゃいます。その仕事とか体の使い方で、あ、今週はここまでしか上がらないとかね、うん、意外とチェックしてるとそういうのも出てくるので、ちょっと試してみてはいかがでしょうかっていうところですね、うん、はい、お、それそろそろ時間ですがね、はい、うん、早いですね、うん、それでは、来週ですね、うん、はい、来週は思い込みによる体の影響っていうところで、はい、意外といろんな思い込みがあると思うんです。で、意外と、まあ、今回は体の使うことによっての思い込みによる体の影響っていうので、ちょっとテーマ触れていきたいなと思います。と、はい、いうことで、うん。いろんなね、思い込みがあると思うので、そこをちょっとね、はい、ちょっと触れながら参考にしていただければなっていうところですね。うん、はい。それでは、今日のあなたの健康やる気スイッチオン。また来週、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。はい。